ケッボーン動画をご覧の皆さん、こんにちは、おたほです。今日紹介するおもちゃは、これだキシリ戦隊、リューソージャー、キシリーシリーズ04、デラックスタイガランスだ <laughs> あー、というわけでね、早速レビュー行こう。あ、他のおもちゃも合わせてレビュー見てね。これが、デラックスタイガランス。あー、早くもね、キシリシリーズが04です。 これは緑のタイガー。それからランスとは長い西洋の騎士が持っている槍ですね。タイガーランス。いい名前。グリーンリュウソウルが付属。別売りの騎士竜シリーズと竜装合体。タイガーランスがこう合体していますね。よく見ると、お、これは4体が合体した姿ですね。これのプレバリューが半端ない。パッケージの横。反対側。ケボポーン パッケージの背面。あっけーろ。あっけーろ。肩ナイフを使うときは気をつけてね。おー、ワクワクする。せーの。じゃーん。まずはグリーン竜ソウルから見ていこう。造形はこのようになっています。トレードカラーのグリーンにシルバー。それから目の部分も細かく塗装されています。タイガーだからね、ここに牙があります。かっこいい。 裏側。これが頭部パーツですね。おおこれかっこいい。ここにタイガーの牙があります。メタリックカラー。いい顔。ボタンを押してソウルモードからナイトモード。これで一発チェンジ。手はこのようになっています。この武器の造形と、あとは頭部。それからこのステッカーが違うんですよね。あの、頭部が違うっていうのはね、最近気づきました。 このリューソウルいいよね。こういう感じ。で、このソウルモードの比較。レッドリューソウル。ブルーリューソウル。ピンクリューソウル。で、ナイトモードで比較すると、こんな感じ。手に持っている武器。シールドに当たる部分のステッカー。あとはフェイス部分。顔の造形が全部違います。今回の グリーンレッドと比較すると、ここがタイガーなんで、こう猫耳っぽくなってるんですよね。これが違うかな流ウ,ウル単体の遊び方はこんな感じ。さあ、それでは連動遊び。変身。流走チェンジャー。流走チェンジ。 共通音声タイガランスーさあ次流層剣ここにセットグリーン長押しで。 強くて、素早い、竜層グリーン。リュウソーウルの連動遊びはこんな感じ。さあ、お待たせ。ここからは、タイガランス。パッケージに入っている状態から組み立てて、タイガランスにします。今回のオタバテクニカルレベル。あ全部合わせて、ズバリに、全然難しくないですね。面白い。それでは、ゆっくりか。まずは、本体。 これね、パーツも見ていこう。下半身。あ、後ろ、前という感じで分かれます。さらに、頭部も、流装ジョイントで分かれます。まずはこのボディを、後ろ足、前足、このように足を倒す。こう。そうするとね、立ちます。さあ、そしたら、これが尻尾パーツです。 で、これは、よーく見ると、こここのように、三つになってるんですね。これが武器。で、この武器は一つだけ残しておいて、このようにします。ちなみに、尻尾は軸で稼働し、さらに、ここが開きます。これかっこいいよね。ここは軟質パーツになっています。ゴールドの塗装。おー。 これはいいね。で、これを、尻尾のところに取り付ける。か。で、これが武器となります。武器はここ。ここに取り付けて、最後は、ランス。うん、これも大きいパーツになっていて、ここの、ところから上が、軟質パーツになっています。これを、さっきの武器の、反対側に、 取り付ければ、完成騎士流タイガランスだおーなんて言うのかなこう、まともな、まともな大きさというか。前回のブルーとピンクのトリケーンとアンキローゼが、すごく小さかったんで、どういうものになるかなと、ワクワク <laughs>。あの、ドキドキしてたんだけど、うん。結構大きく。ボリュームがあります。この特徴的なランスが。 こっち側にあります。うん。組み立ては全然難しくなかったですね。実際に大人の僕が片手で持つとこのぐらい。そこそこのサイズがありますね。さあ、他の騎士竜と比較。ティラミーゴ。ティラミーゴ抜群にでかいね。それから、トリケーンにアンキローゼ。まあだからこのぐらいのサイズなのかなと思ってたんですよね。 ところが結構でかい。4つのキシリを一気に並べると、こんな感じ。おー、いいね。やっぱグリーンが入ると、すごく映えるなーこんな感じ。鳥ンこれとも比較しよう。まあ、このね。あ、ごめんごめんごめん。こっちが前だった。ごめんなさい。こうだ。うん。こう比べるとも、やっぱボディの大きさが全然違います。ちょっとごめん。前後が逆だった。 改めて一緒に並べるとこんな感じです。まあ大きさ的には中くらいのサイズと言っていいのかな早くね、流装ブラックの新しい騎士竜をここに並べたいね。さあお待たせここからはロボ騎士竜王スリーナイツとタイガランスが合体騎士竜王タイガランスになりますそれでは行こうまずは騎士竜王スリーナイツ。今回は残念ながら 全部のパーツを使うんじゃなくて、部分的に取り外します。まずは、両腕。これ丸々余ります。ティラミーゴの頭ブそれから、レッドリューソール。これで、合体準備状態の完了。さあ、それでは、タイガランス。これ一旦バラバラにします。武器。尻尾。で、これも同じパーツですね。武器。このように外し。 尻尾。ランス。これを外し、頭部。で、この頭部とランスのここ。これを接続。か。そしたらボディ。えーっと、分かりやすいのが前。前がこっち。後ろがこっち。で、合体させる向きはこうです。これで、合体準備状態の完了。 本体に取り付けていきます武器が足反対側にも取り付けます腕反対側そしたらランスここにジョイントがありますここを手に持たせるさあそしたら胸部これをここに 取り付けます。頭部にグリーン流ソールを取り付ける。そしたら最後に胸部を開けば完成キシリウオータイガランスだああ、全体に一気にこうグリーンのカラーがこ増しましたね。これがキシリウオータイガランス。ああ、このシルエットの変化が見事ですね。この胸部とか。 全体に。まあ、ボリュームアップした箇所があります。横。後ろ。早速、近くでじっくり見ていこう。まずは上半身及び頭部のアップ。この胸部がかっこいいですね。ここのゴールドの塗装は、ま、さながらタイガーのこう牙のようなデザインになっています。頭部を近くで見るとこんな感じ。 この頭部周りにピンクとかブルー、レッドのカラーがあるので、とっても派手な印象を受けます。それから腕。このボディがそのまま、こう前後で分かれてここにくっついています。なんだろう、戦い方的にはこういうタイガーの爪攻撃みたいなのをしそうですね。それからなんといってもこのランス。これは角度を変えて、腕を上げるとこのようになります。あー、ランスでかくていいですね。 迫力があります。で、さっきお見せした通り、ティラミーゴの頭部。それから、それぞれの前のパーツですね。前。後ろだけは、こうついています。あとはキャノン。これらが、丸々余ります。で、説明書に書いてある、キシリオタイガナスはこんな感じです。なんとかね、これ全部くっつけながら、俺変形合体をしたいよね。というわけで、僕好みにちょっとやってみます。 まずは、うーんー、どうしようかな、どうしようかな。乱走一回取ろう。で、僕ちょっとやってみたかったのが、こここの武器のパーツって、このフロントスカートのところに合いそうなんだよな。おお、これ、すごくいいなんだろうあなんだろうすごくマッチしてる。かっこいいな。これありにしよう。で、あと、足をちょっとこういう位置にしてね。うん。 組み替えるだけじゃなく、ちょっとこう、形も変えるといいかも。で、この胸部は、あー、残しておきたいなぁ。ティラミーゴの頭部う。うーん、そうだな。ちょっと、ちょっと無格好だけど、ここにつけよう。あ、せっかくだったら、ちょっとでもね、頭部っぽく見えないように反転しよう。こんな感じにします。さあ、そしたら、今度は、肩周り。ちょっとこれ一回取って、 バズーカとドリルがついているものを、肩にはくっつけよう。これで、こういう風になります。お緑がかなり上半身に来た。さあ、そしたら、これと、そう、この二つはね、やっぱ下駄にしよう。<laughs> 僕は下駄が大好きです。トリケーンとアンキローゼが下駄。おおこれ、これいいんじゃないの <laughs> 色のまとまりとかすごく、な、な、なんだろうな。あの、僕は僕好み。あの、僕は好みですね。あとは、そうだな。ランスはこのまま持たせようか。これで、完成これがオタファ版のキシリウオタイガランス。まあ、元い。これ全部くっついてるから、キシリウオ、フォーナイツと言ってもいいかな。うん。足が長くなりました。そうだね。やっぱトリケーンの、この、 このブルーとピンクアンキローデとこれがバラバラにいろいろくっつくとちょっと色のまとまり感がないかなと思ってこのまま下駄にしました。まあ、強いて言えばやっぱ緑みが強いかな。ちょっと頭部を通常のやつにしよう。うん。これがいいかな。これでファイナルアンサー。こんな風に自由に組み替え遊びができます。オタファ版キシリュウオタイガランスはこんな感じ。 さあ、そしたら、通常の騎士流をタイガランスに戻しました。ここからまた、戻し変形をします。接続した、それぞれのパーツを、全部外します。こうかな。で、騎士流をスリーナイツは、腕。これで、元に戻りました。取り外したパーツです。この状態から、ボディ。 これをくっつけてランスのところにある頭部これをボディの前にくっつけるそしたら尻尾武器のパーツを1つだけこれをつけて胸部にくっついていたこのパーツを縮めて尻尾にするこの角度にして取り付けて 武器は、この向きをこうですね。これで、ここにつけて最後はランス。ここにくっつければ、これで戻し変形完了一通りの遊び方は、こんな感じというわけで今回の、キシリ戦隊、リュウソージャー、キシリシリーズ04、デラックス、タイガランスのレビュー、いかがだったでしょうかいや、これすごいね。まずいいなと思ったのが、この単体 これが結構大きかったです。ちょっと僕心配してたのは、02、03に当たるトリケンとアンキロゼ。あれがこう、すっごい小さいものだったんだよね。だからサイズが全然わかんなかったんだけど、これは単体でもかなりボリュームがあります。タイガー。まあ、恐竜戦隊十レンジャーでもね、サーベルタイガーとかこう出てきました。今回はグリーンで登場します。あとは西洋の騎士の主武装といえば剣もそうだし、このランス。長い槍。 これがこうちゃんとコンセプトにあるっていうのもいいなと思いました。変形合体の時にお見せしたこの盛大に余るパーツに関しては、まあ僕はそんなに気にならないなと思いました。むしろこういうブロック玩具っていうのは何て言うのかな、こうバンダイからのこう無言の挑戦状というかね、なんか全部くっつけてみなみたいな、 そういうメッセージが、こう、組み取れていいなと思いました。僕が、さっきお見せしたようにね、こう、全部、あの、どうやってくっつけようかなって、こう、やりながらくっつけるとすごく楽しいです。いや、これ今後がすごい楽しみだね。僕は大満足です。気になった方、ぜひゲットしてみてください。今回の動画、面白かったな、楽しかった。僕もリュウソージャーが好きだ。このおもちゃが気に入ったという方、チャンネル登録や熱い高評価、どうぞよろしくお願いします。いつも本当に励みになります。 チャンネル登録をしておくと、更新情報が届いて、いち早くレビューを見ることができます。なので、チャンネル登録、よろしくお願いします。あとはね、どんなコツでも結構です。おー、たま、これめっちゃかっこいいね、とか。あ、僕だったら余ったパーツを、あそこやここにくっつけるよ、とかね。本編見てるよ、とか。他にも、どんなコツでも結構です。みんなからのコメント、待ってます。それでは、次の動画でお会いいたしましょう。おたまでした。またねー。 Get it take it